皆さんこんにちは、のぞみ&ミッキーです。今日は少し短めな動画になるのですが、何かというと YouTube のチャンネル登録者数が5000人になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ということで What we'd like to do is like a Q&A style video。 はい、はい、チャンネル登録者数が5000人を迎えたということで、初めて Q&A ビデオを今度作ろうと思って質問を募集したいと思います。今日はそのお知らせ動画で、まあ今日は Q&A はやらないので、また次回かその次ぐらいにやろうと思います。で、まあ、Q&A をやるので質問を皆さんから募集したいと思います。まあ、これまでもライブ配信とかいろいろ SNS のメッセージで質問はちょくちょくいただいてたんですけど、まあ、まとめて答える機会がなかったり、それを皆さんとシェアする機会がこれまでなかったので、まとめて皆さんから質問をいただいて、それを皆さんにシェアしたいと思います。で、どこでじゃあ皆さんが質問できるかというと、はい、So if you've got any questions or anything you want to ask us or know about us, if you leave a comment on this video, we'll make sure we go through everything, pick out all the questions, and we'll answer them in another video to celebrate. If you don't want to leave a comment on this video, you can message us on Instagram or reply to any of our posts on Instagram. You can message us on Twitter, and anything that we didn't get to answer in the YouTube live that we did last week,we'll make sure that we answer those as well. はい、ということで皆さんから質問募集する場所はこの YouTube 動画のコメントか、まあ、Instagram とか Twitter のダイレクトメッセージか、もしくは、Instagram でストーリーで、質問を募集するので、そのストーリーから質問を送っていただいても構いません。基本的にこの3つで質問を募集したいと思います。でもし、僕たちのインスタグラムのポストとか、あとは僕のツイートの返信で質問を、したい方は、それでも大丈夫なんですけど、ちょっと探すのに時間がかかってしまうので、そういう時はハッシュタグをつけていただければ大丈夫です。ハッシュタグ ask のぞみっきーでハッシュタグをつけてもらえれば僕たちが検索しやすいので、それで質問をしていただいても構いません。なのでこの3つ4つの方法で質問をぜひぜひしてください。いっぱい待ってます。できるだけ多くの質問に答えるように僕たちも頑張るので、もし何か気になることとか、これを機会に何か知りたいことがあればぜひ質問してみてください。今日はちょっと短い動画になりましたが、これでおしまいにしたいと思います。よろしければ高評価の方とか、あとはチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、お願いします。質問のために SNS とかのフォローも全部概要欄に詳細書いてあるので、そこからチェックしてみてください。ではでは、ではでは次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。